高木です。でっかくないよ。これ買ったらあの黒いソファ使ってないもん。もうオブジェみたいになってるのよ。本日はね、ちょっと話題になってたペヤングの超大盛りギガマックスガーリックパワーを食べていきたいと思うねんけど、その前にさ、声いけてる？あいや、めっちゃ響くって言われてたからさ、最近のコメント欄それで溢れてたもん。別のことで溢れよる。どんどん取りだめしていってるやんか。だから変えるのに時間かかるよね。ちゃんとみんなの言ってることは響いてるから、ここに。だから本日は結構話題になっていましたこちらのペヤング超大盛りのこってりのニンニクの焼きそば、炊き焼きにまあこれうってつけかなと思って、1日1食までにしてください。カロリー摂取基準を上回る可能性があります。ペヤングさん側からしたらさ、どんどん売って食べてほしいわけや。そんなペヤングさんでも1日1食までにしてって言ってるから、よっぽど危険ってこと。じゃあ本日はこのペヤングにニンニク1本入れていきたいと思います。女の子でいうビューティー系でいうマスカラみたいな感じで、これ形も似てるしな、なんとなく。ニンニクのキャラみたいなとこあるやんか。結構その動画でもふんだんに入れまくってるからさ、早速本日はこちらを作ってニンニク丸々1本入れて完食していきたいと思います。早速やっていきましょう。着役しよう。かな、ペヤングさん。お湯の目安量、これ 1.3 リットル入れるって書いてるよ。 1.3? うん、めちゃくちゃ入れるな。あー、なるほどな、バカだ。で、もう2個入ってる。ほら、これチラリズムで見えるかな。これ1個でもめちゃくちゃ分厚くなる。プロレスラーの胸板ぐらい。じゃあ入れていきますか。あ、こんな巨大なのに全く時間割れやろ。ネットで3分やねんな。3分間待ってやる。どこへ行こうというのかね。あ、これだけふやかそう。最初だけ水で入れて、ふやかして、3分間待ってやる。どこ行こうというのかね。めっちゃ臭い。タレもバカニンニクや。うわ、くっさ、くさー。タイの市場みたいな匂いする、これ。タイとかもなんか分かんない。マジですよ、ね。マジですお兄さん出た。完成しました。と言いたいところだが、まだ終わっちゃいない。ニンニク。いや、ちょっと待って、思ってるよりこれニンニクえげつないな。火薬もすげえニンニク入ってたし、あ、いつものさ黒いソースを想像してたんよ。もう白くなかった。ニンニクで肌色みたいなさ。いきまーす。うーわ、いや、どうなんやろな。ニンニクはでもさ、つけたらつけるほど美味しくなる説もあるやん。うーわ、こんな感じです。でも量が多いからさ、うん、そもそもの焼きそばの、まあね、ちょうどいいぐらいになるかもな。うわ、もうほら、ホルモン塊が割り箸にもね、このほらニンニクを混ぜた後がさ、部屋の匂いやばいよ。やばいよ、事件の現場みたいになってるやん。これで手を汚したみたいなさ、血で汚れてるみたいな、ニンニクで汚れてるもん。それではいただきます。うわ、知ってるペヤングの色じゃないもん、これソース入れる前の色やん。ん？ん？蓋閉めてね。はい。うんうんうん、味がえげつなかったらもう分からんくなってくんねんな、一口目で。なんかあるやん、行き過ぎた感情って逆に無になるみたいな。いやいやいや、その感じ。今帰ってきたわ。ただいま。みんなただいま。これやばいわ。うん、うーわ、えげつな。これ場所によってやばい。うん、アホ。ゆうたらさ、一本丸々入れてるやんか。ニンニクを食ってんのか焼きそばを食ってんのか、どちらかな。ニンニクと焼きそばを食ってる、うん、別。うん。ご自愛いただきます。当然のようにご自愛入れてくるよね。まあな。ペヤングってさ、こう、なるの、黙々とさ、うん、そう言ってる感じすごい美味しそうじゃない。わかる。自分でも思うもん。自分で食いながら、あー、なんか美味しそうに食ってるなって。それ CM でやったらなんかそそられるもん。うん、昔の永谷園の CM じゃないけどさ、ひたすらお茶漬け食うやつみたいな。海外からないかな、 OMG みたいなんだ。
めっちゃ汚るよ。また家帰るからね。口臭くなるから。そう。こんなん絶対臭いやん。約束されてるの。奥さん嫌がるやろな。すごいよな。もうこれもうまとってる。あ、ニンニクのオーラがもう麺にまとってる。ちょっとこれ焼いて飛ばした方がいいかも。ニンニクを焦がすじゃないけど、あのペヤングで早食いする人おるやん結構。うん。そういう人ってこうマリオカートに例えれるんよ。あの早食いする人って言うたらもういかに自分が1位になるかって、うん、競ってるわけやん。まあ、当たり前のことやねんけどさ、はいはいはい。でも自分はそうじゃないんよ。あの途中でよくやってなかった学生の時とかさ、ゴールせずにあのピーチ城の周りうろうろするとかさ。ここちょうど通り抜けたら一気に一周するやつとか、あれ見つけるためにわざわざダラダラやってたよ。その感じだから自分は1位になるよりかは新しい何かこう裏技を見つけたいな。なるほど。ちょっとじゃあ今から焼いていくわ。よく焦がそう。でちょっとあのオリーブオイル入れたんと鷹の爪、鷹の爪ではないけど唐辛子、すなわちペペロンチーノ。イエス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 。快感シャンプー、これうまいんじゃない。見てペペロンチーノじゃない、見た目。完成しました。動画これさ、最初開いてさ、動画これペヤングかニンニクチューブ丸々1本入れるんかと思って、最後飛ばすやん一気に、うん、水に。意味わかんないよな今。こっから見た人意味わかんないよな。どうでしょう、味。若干油断してたんよ。この見た目になってるから少しはなんかさっきよりマシなってんのかなみたいな。いや、マジ侮れんわ。ニンニクが焦げた感じがして美味しいけど、ごちそうさまでした。見事ペヤングのミラマックスにプラスニンニク1本チューブ丸々って完食しました。素晴らしい、よく食べた。けど思ってるよりはちゃんと食えた。いや、これ一人やったらちょっと無理やったわ。手伝ってもらったから。きつかった。はい、というわけで本日は、こちらのペヤング1本ニンニクがすごかった。とりあえずまあ今からね、兄が帰宅したら奥さんに苦しんで、いいね、ゆき坊が苦しむから。ご主人さんは臭いんやーとか言って。なんか一言、やりすぎやないかともいかん。ありがとうございました。どうした、うん、それどうしていい。ペヤングはこってりやけど、オチあっさりやな。落ちた。ありがとうございました。